クライシュ族、クライシュ族、英語、クライシュ、カーシュ、アラビア語、クレイズ、カーシュ、クライシュ、カーリーシュ、コリッシュ、トルコ語、クリーズは4世紀頃からメッカ近郊を勢力圏とし、遊牧及び交易を行っていたアラブ人の部族であり、イスラム教の創始者である預言者、ムハンマドの出身部族として知られている。その一方で、クライシュ族は、 ムハンマドの布教活動を迫害し続けたイスラームの敵対者でもあり、クルアーンの中にもクライシュ族はしばしば登場する。その系譜は、紀元前よりアラブ世界をと二分していたにまで遡ることができ、アドナーン族はアラム人がアラブ化した民族であるとされている。クライシュとはサメを意味するキルシュという語が元であり、他者を捕食するが自身が捕食されることはないサメの圧倒的な 強さを指し示している。現代においても、ヨルダン王国やモロッコ王国などでは、クライ種族の末裔を国王としている。クライ種族を含むアドナーン族の系譜はアダムにまで遡ることができるとされており、旧約聖書に登場するイシマイルの長男ナビトの末裔であるアドナーンをお祖としている。アドナーン族は、アラビア半島の北部から西部、中央部を勢力圏として、 遊牧を行っていたアラム人の部族であり、アラブ化したアラブ族と呼ばれる。アドナーン族の主要な子族の一つであるムダル族のうち、預言者エリアの孫不在魔の子であるアルイコールナドル、分キナーナをソとするキナーナ族から分岐したのがクライシュ族であり、キナーナの彦であるフィフルブンマーリク部がアルイコールナドル、クライシュがクライシュ族の直接のソである。キナーナ族は、 アラビア半島の公海沿岸地域、ヒジャーズに大きな勢力持っており、その氏族であったクライシ族も4世紀頃にはヒジャーズ地方のメッカ周辺で遊牧生活を送っていたと考えられている。5世紀末、当時メッカ及びカーバ神殿を支配していたのはアラビア半島南部のイエメンからメッカに移住してきたカフターン族の氏族であるフザーア族であったが、 フザーア族の主張の娘婿となったクライ種族のクサイイによってフザーア族に代わりクライ種族がメッカの支配権を獲得した。クサイイはムハンマドから見て五代前の祖先にあたりクサイイが支配権を奪取した真っ赤にクライ種族を呼び寄せ定住し始めたことによってクライ種族は部族集団としてまとまりを持ちしたとされる。その後もクライ種族とフザーア族は同盟関係を 継続しており、後の570年頃に起こったエチオピア軍によるメッカ侵攻の際には共同でエチオピア軍に対抗している。カーバ神殿では偶像崇拝が行われており、当時の神殿の周囲には360に及ぶ偶像が祀られていたとも言われている。代表的な神としてアラート、ウッザー、マナートなどの神々があり、クライ種族は かけの明星の神であるウッザーをおじにしていた。クサイイの孫であり、ムハンマドの三代前の祖祖父にあたるハーシムの時代になると、サーサーアン・アサ、ペルシアと東ローマ帝国の構想が激化し始め、アラビア半島においても沿岸地域の海洋ルートを中心に二大国が勢力を伸ばしていた。そのような状況下においてハーシムはイエメンから真っ赤を経てシリアに至る。 交易路を開拓し、冬にはインド予航路によって東南アジアやインドからもたらされる香辛料をイエメンで仕入れメカへと持ち帰り、夏にはメッカからシリア地中海地域へと香辛料を運び地中海地域の特産品を仕入れるキャラバン交易を成功させ真っ赤は発展していった。このような陸路による貿易においては通称路の安全確保が必要であったため、ハーシムは 周辺のアラブ諸部族との間に盟約を結んでいき、メッカを中心とした緩やかな部族連合が形成されてい。また、ハーシムは交易ルートの支配権を確立するために、東ローマ帝国から商業特権を得たり、交易ルート上に位置するガザにも拠点を作ったりといった活動も行っており、このようなハーシムの貢献によって、ハーシムの一門、ハーシム家は、 クライ種族の中でも重要な位置を占める名門となっていった。ハーシムの息子であるアブドール・ムッタリブの時代の570年頃、東ローマ帝国の講演を受けたエチオピア軍がメッカに侵攻したが、軍事力に勝っていたにもかかわらず、メッカに入場することなく壊している。この戦いはムハンマドが生まれた年に起こったと考えられておりクルアーンの増殖に取り上げられているが、 エチオピア軍の階層の理由としては、神の奇跡の描写から天然痘の蔓延によるではないかと考えられている。またこの頃すでに、クライ族は上下関係ができており、真っ赤の中心部に住む家柄の良い谷間のクライシと山腹に住む外側のクライシとに区別されてた。谷間のクライシは、ハーシム家、うまいやけた合計12の種族で構成された。 繁栄の一方で、真っ赤打ちでの貧富の差を生み出し部族としての連帯感が失われ、社会的矛盾を暗い種族は抱えるようになる。これが預言者、ムハンマドの誕生と新宗教イスラム教拡大の基盤になったと一般に言われるが、他方この公益はあくまで安い商品を運んだローカルなものであり、従って一般に言われているような格差の開きに、 伴う価値観の変化はなかったと反論するる。声もあるムハンマドが刑事を受けまず身内の暗い種族に不況を始めたとき、信者になる者もいたが大多数の者は信仰しなかった。暗い種族の多くは自分たちの既得権益を脅かし、多神教から一神教のイスラム教に改修する、よう説得するムハンマドに最初圧力をかけるだけだった。が、 クライ種族が提示した妥協案をムハンマドが蹴ったことで本格的な迫害が始まる。619年、ムハンマドの保護者だったアブー・ターリブが死亡し、弟のアブー・ラルブがその後を継いでいた。アブー・ラルブは、ムハンマドの保護を取りやめ、ムハンマドは仕方なく信者たちをエチオピアのキリスト教の国やクスム王国やヤスリブに脱出させなければならなかったヒジュラ。 ヤスリブで神道を増やし力を蓄えたムハンマドは624年3月、クライ種族の大将を襲撃した。初めての戦いによるジハード努力目標である。クライ種族はメッカから援軍を差し向け、領有は公海沿岸バドルの水場で戦ったバドルの戦い。数で劣るムハンマドだったが、天使が味方したと言われるほどの圧倒的勝利を収める。 復讐を誓うクライ種族は、指導者、アブウスフヤーンのもと、625年3月、ヤズリブに進行、ウフドの戦い。最初、ムハンマド側は、有利に戦いを進めるが、途中から、形勢は逆転。クライ種族は辛くも勝利を収める。戦いの途中、ムハンマド死亡の噂が流れ、ムスリム側が浮き足立ったことが、クライ種族に勝利を導いた。しかし実際は、 ムハンマド殺害には至っていなかった。627年くらい種族は、ユダヤ教徒と手を組み三度目の戦いに挑むが、固く守るムハンマド側を攻めきれず、兵糧不足により撤退。ここに、双方の立場は逆転する、半濁の戦い。そして628年3月双方が、フダイビーヤの輪儀に至るにあたって、暗い種族からの回収者は激増する。 630年1月ムハンマドは軍を率いて、真っ赤を吸収。すでにほとんど抵抗はなく真っ赤は陥落した。ムハンマドは、カーバ神殿にあった多くの偶像をすべて破壊、真っ赤はついにムスリムの土地となった。この後暗い種族は、イスラム世界の指導者的存在として、その発展に大きく寄与する。正党カリフ時代、うまいアーザ。 アッパース朝とクライシュの血を引く者による支配が続くが、その後アラブ人の優位性は失われ、クライシュ族も次第に影響力を失っていく。しかしその後も預言者、ムハンマドの一族として、イスラーム世界の尊敬を集めた。預言者ムハンマドがクライシュ族であったことから、伝統的にムスリムの最高指導者であるカリフ、ハリーファはクライシュ族でなければならないという意見は根強い。 とりわけシーア派は、ムハンマドのいとこ、娘向子のアリーとその子孫のみが女系でも、男系でもムハンマドに最も近縁であり、唯一ムスリムの指導者たる資格があると主張した。対してスンナ派は、初期カリフが、クライ種族内から五選で選ばれたことから、ムハンマドとの血縁の近さは、必ずしも絶対的なものではないとし、クライ種族であれば多少血縁が遠くても良いとす。 そのためやや、ムハンマドとは、血縁が薄いうまい朝、アッパース長の統治を認めた。またスンナ派世界では後には、クライ種族でなくとも、カリフを名乗る者が出始め、最終的には、トルコ人のオスマン家がカリフを称するに至ったため、クライ種族の地の論理も崩壊したと言える。ふとじ正当カリフ、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。